はい、いらっしゃいませ。アイバックいらっしゃい。前枠からいらっしゃい。アイバックいらっしゃい。バカせいらっしゃい。はい、2分ぐらいからやります。ちょいちょいね。取り扱い説明書には、一つの物語は長すぎず短すぎずの 1.5 時間ぐらいって書いてあったんで、じゃあ3枠ぐらいで終わるのかなと思ってたけど、ちょっと読み上げてるせいもあるのか、ちょっと長くなってますね。この枠で終わらなかったら、これは後日にします。さすがにもう時間も遅いので、ね。うまくこの枠で終わればもう完璧ですね。ということでよろしくお願いしますね。はい。まあ俺は全然大丈夫なんだけどね。よし、じゃあちょっと1分30秒くらいでいくか。1.5 時間とか雨が落ちたら事件起きたあたりですね。事件起きてるかな。はい、僕らは恋の下方へ向かった。ドアが3つ並んでいる。あれよ、ナミが言った。いや、こっちだ。僕は別のドアを指した。じゃあ私はあっちの方だと思う。私はあっちのだと思う。ちょっと待て。だから僕は早速、ナミの言うドアを開けた。僕の言う B、僕の決めたドアを開けた。C、僕の決めたドアをナミに開けさせた。D、勢いで掴んだドアを開けた。なんか難しくなってきたな、おい。はい、ありがとうございます。A、C、ここはナミを信じて、A。ナミは霊感があるらしいからね。霊感っていうのが予知能力がある。ねえ、A、C、A、C。お、A が来た。さあ、さあ、あなたの投票で選択肢が変わる。あーっと、A と C がいい戦いを見せている。ここに来て、同点だ。さあ、さあどうだ。A 来た。A でいいかな？これで最後かな？大丈夫かな。いい感じですね。 A と C で行ったんだね。結局はナミ関係だったね。ナミの言うドアを開けんのか、ナミに開けさせるのかな。はい、じゃあ1,2,3,4秒入った。 A で行きましょう。ナミの言うドアを開けた。ナミの言うドアを開けた。そこは不思議な作りの部屋だった。中はただ廊下のようになっていて、かなり奥に出口がある。その戸口でガラス戸が風に煽られていた。戸口なんだ、悲鳴じゃなかったんだ。あのドアの音だったのね。よし、ナミ、あそこから逃げ出そう。僕らは小口まで並んだ。戸口まで並んだ。夜の山道は楽じゃないだろうけど、こんなわけのわからない屋敷にいるよりはマシだ。そうね、賛成だわ。僕はそのガラス戸を開けた。うわ、思ったより雨も風も強い。ダメよ、真っ暗だわ。少しは見えるさ。ほら、目の前にジャングルにでも咲いていそうな背丈ほどもあるケバケバしい食虫花でいいんだっけ。食虫花がある。虫食い花。気持ち悪いな。避けて通ろう。通り抜けようとすると、その奇怪な花が何か液体を吐きかけた。うわっ。僕らは二人とも花が吹き出した粘っこい液を顔と手に浴びてしまった。何これ。きっと花の蜜だ。こんなに臭い花の蜜がある。確かに鼻をつく嫌な匂いだ。ねえ、まさか顔が腐ったりはしないよね。まさか、そんな。
まさか。と言いながらも実は気になる。顔がヒリヒリする。顔がヒリヒリする。そう言われれば僕もそうだ。気のせいだよな。いや、ねえ、早くきれいにしたい。僕らは大急ぎで洗面所を探した。出られねえな。出られねえな。洗面所はすぐに分かった。僕はここでナミを早くきれいにさせてやりたかった。B、B、僕をきれいにしてもらいたかった。ん？C、のんびりお風呂に浸かりたいと思った。はい、A、B、C、どうでしょう。はい、早速 B 入りました。はい、B 入りました。はい、C 入りました。A 入りました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。C 入りました。いいですよ。B と C、A 入りました。全部揃いましたね。さあ、どうですか？他にありませんか？と、ここに来て、B と C、B と C がいいポイントを取っている。B と C が同票なので、一番最初に出てきた B を取りたいと思います。はい。B、僕をきれいにしてもらいたかった。僕をきれいにしてもらいたかった。ここだ！ B に変える。ありがとう。ドアを開けると洗面所だ。なんでみんなナミに優しくないんや。僕はすぐさま蛇口をひねった。よかった、水は出る。あっ、血出たのは真っ赤な水だった。は、違うよ、これはサビだよ。赤く濁っていた水はやがてきれいな水に変わった。はあ、よかった。僕は安全を確かめるため先に手を洗った。そして鏡越しにナミへ声をかけた。 A、 ナミ、はいどうぞ。 B、 ナミ、綺麗だよ。 C、 ナミ、うわ、さっきの選択肢はどこ行っちゃったんだ。 A、B、C。 ここに来て突然B、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 紳士諸君だ。 A が来た。はいどうぞ。俺も A だわな。多分切れられるんじゃねえかと思うんだけど、 B だったら。はい、B が圧倒的に多いですね。 B でさ、なんか顔に液がかかってる状態でさ、綺麗だよ、どこがよって言われそう。はい、 B、 綺麗、ナミ、綺麗だよ。ナミ、綺麗だよ。まあ、ありがとう。ナミを見て僕は身の毛がよだった。鏡に映っているのは、ナミではなくて、ミイラなのだ。ナミ。思い切ってパッと振り返った。ナミはいつもの綺麗なナミのまま、キョトンとしている。どうしたの？そんな顔しちゃって。きっと僕の錯覚だったのだろう。そうだ、風呂も見てみないと。僕は話をそらして、浴室の引き戸を開けた。うわぁ、中は広い。これならナミも入る気になるだろう。案外綺麗だな。使えそうだよ。ああ、本当だ。久しぶりに見るナミの嬉しそうな顔だ。だんだんナミが元の明るさに戻っている。僕もなんだかウキウキしてくる。A、 とりあえずナミに先を譲ることにした。 B、 幸せは何でも譲ることにしている。 C、 無駄な高望みはしないのが紳士だ。A、B、C、 ちょっと謎の謎だな。謎な選択肢だけど A、B、C です。はい、どれでしょう。 B、A、B、 哲学かなみたいな。
紳士なのでし。B、A、B、C、A。あ、これいい戦いじゃないですか。全同票ですよ。すべて完璧に3つに分かれました。さあ、さあ、A 来た！ A が来ました。大丈夫ですか？ A。ここで票は崩れない。じゃあ、A 行きましょう。A、とりあえず、ナミに先を譲ることにした。とりあえず、ナミに先を譲ることにした。ナミ、先に入りなよ。え？いいの？もちろんさ。それで？浩平が何脱いでんの？気にしない、気にしない。ねえ、浩平、冗談はもっとゆとりのある時にしてね。わかった。じゃあ、中取って、ナミが脱ぐのを見届けることにしよう。もう、出てったら。あ、そうだ。私の着替え、持ってきといてね。はいはい。そこで僕は、ナミのため、バッグを取りに、A、スーパーマンのような速力で行ってきた。B、鉄腕アトムのような馬力で行ってきた。C、仮面ライダーのような気力で行ってきた。もうどれでもいいんだけどな。視聴者に女の子はいないとは分かった。 CCC 仮面ライダー、仮面ライダー、ま、どれが人気なのかみたいな感じだじゃない。仮面ライダーもいっぱいあるからな。 CCACA、 おっと A が追い上げた。B も来た。さあどうだ。そもそも意味が分からない。速力は分かるけど、馬力はスピードだよ。同じか。記録で行ってきたって記録の問題かよ。仮面ライダーって記録で動いてんのか最近のライダーはバイク乗らないらしいで。ああ、そうかもしんない。C、C、C、3票。A が3票。あ、C と A が分かれた。急げばラッキースケベを拝めるかもしれない。C、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 4、4入ったー。じゃあ、こんなとこかな。4票でいいかな。じゃあ C で仮面ライダーでいきますか。はい。仮面ライダーのような記録で行ってきた。仮面ライダーのような記録で行ってきた。洗面所の前まで来ると、中から波の悲鳴が聞こえた。なあ！どうした、波？僕は青くなって洗面所へ飛び込んだ。前をバスタオルで覆ってびしょ濡れの波が立っていた。うん、出てってよ。僕は慌てて飛び出した。なんだよ、大声出すから心配したのに。僕は童話師に言い返した。ちょっと待って、今服着るから。一体何があったんだよ。シャワーが急に熱湯になっちゃったの。熱湯？僕の声が裏返った。おい、大丈夫か？やけどしなかったか？平気。それより着替えは？ああ、取ってきた。ここに置くから。僕はドアの前にバッグを置いた。わずかに戸が開き、ナミの手が伸び、バッグを取ると引っ込んだ。しばらくするとナミの声がした。もういいわよ。中に入ると、ナミはもう着替えを済ませている。ありがとう、浩平。叫んだりしてごめんね。よし、シャワー見てやる。浴室は、もうもうとした湯気に包まれ、シャワーからは熱湯が出続けている。あっちちちちち。ほんとだ、熱湯だよ、これは。でしょ？危うく大やけどするとこだったね。無事でよかったよ。でもどうしよう。暑くてシャワーは止められないわ。このまま出しっぱなしにもできないし。ちょっとボイラー室に行ってくるよ。え？そんなのあるの？さっき見つけたんだ。ちょっと見てくる。大丈夫？すぐ戻ってくるから。そう言い残して僕は洗面所を出た。暗い廊下を駆け抜ける。裏口の鉄のドアの前まで来て、僕はさっきの鎧の音を思い出した。まさかこの向こうに。
僕は唾をごくりと飲み込むと、ドアのノブを掴んだ。思い切って開けて、さっと後ろに飛び抜く。何もない。ふう。雨はもうほとんど止みかけていた。よし、行くか。僕が足を踏み出しそうとしたとき、誰かが後ろから僕の肩に手を置いた。はっ。波だった。なんだよ。僕は大声を出した。だって、一人だと怖いんだもん。甘えた声を出す。あのね、頼むから突然声かけるのやめてくれる？寿命が100年は縮み、寿命は10年は縮むからさ。ナミはちょっと黙り込んだ。ボイラー室ってどこにあるの？ほら、あそこの風呂場の窓の明かりが見えるだろ？あそこの手前に、なんか地下室みたいなのがあるんだ。近いのね。ああ、だってボイラー室だからな。じゃあ、私ここにいる。だからすぐ帰ってきて。なんだ、近いのねって言うから、来るんじゃないのか。だって汚れるもん。見ると、ナミは裸足だった。了解。では行って参ります。僕はおどけて敬礼すると、コンクリートの階段を降りた。危なくなったら声出すから帰ってきてね。何が危なくなるんだよ。僕は右手で壁伝いに歩き出した。濡れたツタの葉がカサカサと音を立てる。そのうち壁にぽっかり穴が開いたように地下への入り口が現れた。暗い石段を降りながら僕は懐中電灯を奥へ向けた。暗闇の中に銀色ののっぺりした大きな機械が浮かび上がった。本体からは金属製のパイプが何本も出ており、壁や天井を突き抜けている。やっぱりボイラーだった。懐中電灯で目の前の計器類を照らした。なんだこりゃ。温度計の針はすでに80度を超えていた。そして針は今にも上がり続けている。さっきはまだ温度の上がり始めだったから良かったものの、もしこんな熱湯が波にかかっていたら。僕は背筋に寒いものを感じた。次に温度調節のつまみを見つけた僕はまた驚いた。なんと目盛りが100度に設定されている。なんでこんなに上げてるんだ。そういえばちょっと音がおかしい。屋敷と一緒でこのボイラーも古いのかもしれない。僕は温度調節のつまみに手をかけ40度まで落とした。とりあえずこれで様子を見るしかない。ナミは裏口のところで待っていた。はあ、よかった。ねえ、どうだった？僕を見てほっとしたようだったが、すぐに聞いてきた。あれじゃあ熱湯になるわけだよ。ボイラーの温度設定、100度になってたよ。え？ナミは絶句した。中へ入ると、ナミはまだ腑に落ちないようだった。でも、なんでそんな100度なんか。下手したら死んじゃうのに。さあな。けどもう大丈夫だよ。直してきたから。私もういい。怖いわ。まあ無理には進めないけど、もう着替えちゃったしね。僕らは洗面所に戻った。さて本当に下がってるかな。僕は風呂場のガラス戸を開けた。うわ、途端に高熱の蒸気が顔に迫った。白い湯気が立ち込め、まるで雲の中だ。だがシャワーの温度は下がっていた。僕はコックをひねった。ふう、とにかく止まったよ。一段落ね。ナミはクスッと笑った。ねえ、今何時頃かしら。僕はさっき見た置き時計を思い出した。確か10時過ぎ頃だったと思うけど。あれ、ナミ腕時計持ってたんじゃなかったっけ。それがどこかで落っことしちゃったみたいなの。食堂に行った時は確かにしてたんだけど。そうか。よし、後で探すの手伝ってやるよ。じゃあ俺ちょっとシャワー浴びるよ。5分で出るから。待って、その前にちょっと。
ナミは浴室に入ると、濡れたシャツと下着を絞りながら出てきた。さっきナミが入った時に脱いだものだ。ねえ、ここ水はけ悪くない？さっきからずっと溜まってるの。僕はタイル張りの床を見た。こちらまで溢れてきそうなほど湯が溜まっている。詰まってるのかな？どっちだろう。詰まってるのかな？僕は中に入り、排水口を探した。手前のスペースにはそれらしいものは見られない。僕はバスタブと壁の間にある拳ほどの隙間を覗き込んだ。げっ！床に溜まった湯の中に、長く黒く長い髪の毛が深海に揺らめくワカメのように絡み合い、もつれ合いながらゆらゆらと漂っていた。長さから言って、ナミの髪ではないが、どうやらこれが詰まっているのが原因のようだ。なんとなく水死体を連想させ、気味が悪い。僕は少しためらった後、目をそらして隙間から湯の中に右手を突っ込んだ。細く長い髪が僕の指や手のひらをくすぐるようにさわさわとなびく。僕は一気に何十本か何百本か何百本かまとめてつかめるだけつかみ、ぐいっと上に引いた。ある部分はスルスルと手のひらを抜ける感じがし、ある部分はブチブチと髪の毛のちぎれる音が腕を通じて聞こえてくるようだった。しばらく引っ張られるような感じがあったが、力を緩めたりまた入れたり、だましだまし引き続けると、そのうちズルズルと髪の毛は二つに分かれ、ザバという音とともに予想以上に大量の髪の毛が水面に姿を現した。勢い余って開けた腕に濡れた長い髪は生き物のように絡みつく。僕は歯を食いしばりながらバスルームを出た。洗面台の上に置いてあるクズカゴに髪を投げ入れ、ペーパーホルダーから引きずり出した髪で手を拭った。誰かが散髪でもしたのかね。僕はわざと間の抜けたようなことを言った。洗面台の前に立ち、石鹸でゴシゴシと手を洗う。じゃあ俺入っちゃうから。うん。ナミは洗面台に向かい、自分の服を洗い出した。とはちょっと力を入れると、カチッと音を立ててしまった。なんだ、閉まるじゃないか。湯はまだ少し熱かったが、入れないほどではない。僕は服を床に脱ぎ捨てると、なみなみとお湯の入ったバスタブに足を入れ、ゆっくりと浴槽に体を横たえた。はぁ、あ。湯を両手ですくって顔を洗い、大きくため息をついた。なんだか生き返ったようだ。僕はシャワーのコックをひねり、体についた泥を洗い落とした。湯はどんどん濁っていく。洋式はこれだからな。人の家の風呂を勝手に使って好き放題言っている。さて、そろそろ出るか。僕は波に聞こえるようわざと大きな声を出した。洗面所からは何の反応もない。僕は引き戸を叩いた。出るよ。返事はない。変だな。どっか行っちゃったのかな。わかった。隠れてて脅かす気だな。いつものナミのやりそうなことだ。いるのはわかってんだからさ。僕は引き戸に手をかけた。開かない。1センチくらいは開くのだが、押し戻されるようにすぐまた閉まってしまう。ちょっと、もうわかってんだからさ。開けてよ。やっぱり返事はない。僕はちょっと気になった。ナミ？本当にナミはいなくなったのだろうか。なんとか開けようと引き戸を上げ下げしたが、ガタガタ言うだけで全く開かない。参ったな。さっき立て付けの悪いのを無理やり閉めたからかな。突然、止めたはずのシャワーから湯が噴き出してきた。僕は急いでコックをひねったが、全く動かない。まさか。嫌な予感がする。ナミ、開けてくれ。ナミ、僕は声を限りに叫んだが返事はない。僕は這いつくばって引き戸の下を調べた。
なんだこれは。ドアのレールに小さな金属片が打ち付けられている。それがつっかえ棒になって戸が開かない仕組みになっていたのだ。なかなか閉まらなかったのもこれが原因だったに違いない。金属板を剥がそうと力んでみたがダメだった。どうすりゃいいんだ。僕は窓を見た。小さくてとても出られそうにない。嫌な予感は的中した。シャワーから出る湯の温度が少しずつ高くなっている。くそ、ボイラーは直したのに。みるみる白い蒸気が浴室内に立ち込める。うわ、熱くてもう我慢できない。僕はガラスを割って外に出た。洗面所にはナミはやっぱりいない。この屋敷はおかしい。ナミ。僕は急いで服を身につけた。ナミはどこだ。ええ、もしかして時計を探しに。僕は食堂へ急いだ。 B、 ソファーで休んでるのかも。僕は玄関へ急いだ。 C、 まさかナミに見捨てられたのでは。僕は目の前が真っ暗になった。めっちゃいいところじゃないこれ。めっちゃいいところで、今日これ時間ねえ、すごいいいね。次やる？もう一枠やるか。じゃあちょっと遅くなっちゃうけど、はい、投票お願いしますね。はい、 BCDA。 今来た枠でいらっしゃい。はい、 BCB、C、C、はい、来た。B と C が同票です。B と C が同票でございます。どうぞ、投票、この枠最後の投票でございます。さあ、あなたの投票で選択肢が決まる。現在 B と C が同票でございます。あ、違う。C の方が、C の方がいってる。C の方が多かった。申し訳ない。C の方が多かった。では次枠は C から、 C 選択でやります。